今この世界には夢食いという化け物がはびこり、人々の夢を食べてしまっています。夢食い？その夢食いに夢を奪われた人々は二度と覚めない眠りにつき、壊滅した国もあるのです。向井さん目当てで来たけど、あの人もすげえ。10と5でタイプも全く違うし、面白い投げ合いになったな。コーシュ、お前はどっちを受けてみたい？お前ら頭はいいかもしれねえが、知恵は回らねえな。だってそうだろ、ロゴスの力を使えば何だってできる。金も女も思い通りだ。なのにお前らと来たら、イカれた奴らにタダでウェアを与えてよ。違う、アリスのせいじゃない。僕は君にそんな顔してほしくてあの時歌ったんじゃない。僕はただ君にずっと歌っててほしかっただけだ。同じく、その左足バグルラ腹。彼の頭の中は空っぽだからね。みんなの夢を詰め込むにはちょうどいいのさ。この間受け取った機体固有コード、一応追跡してみますけど。助かる。この手の犯人は機体信号くらい遮蔽してるでしょうけど。あれ、反応してますね。どこだ？葛西から浦安方面に移動してます。あいつらも悪気はないんだ。ここってタチの悪いのが住み着きやすくってさ。だから俺らたまにこれかぶってね。俺はナジ、あんたは？俺の住んでいた村、あいつらに壊されたんだ。それからずっと一人だった。あちこち旅してやっと住むところを見つけても、いつもあいつらがそれを壊しちまう。だから俺もっと強くなりたい。ファレナは最高の楽園だ。無抵抗の獲物だらけなんだ。あ、見ろよ、こんな可愛い子をぶち殺してもいいんだぜ。目くらましの術をかけている場所にいるんだ。たどれるものか。目くらまし。それより鬼じゃないか、その女は。しかも仕込めだ。このこんなの全然日本っぽくないじゃないか。サルバの嘘つき、嘘つき。これじゃイスラと同じじゃないか。さ、侍だ。あの島は海賊船のカモフラージュさ。船から潜水艦に変形して今は海の中を潜航中だ。じゃあしずかちゃんはどこに？教えてもいい。でもその前にこの縄を解いてくれないか。撃たれるのがあなたでないことを祈りますよ。アレクセイ・カラマーゾフとは同郷の出だとか。提供した資料の通りです。彼は死者の軍用実験中に手記を盗み出しました。ああ、どうでもいいんだけど、せっちゃんとかはサボっていいなら俺も休んでたいんだけど。おーい、リッツ、お兄ちゃんだよだよ。誰？選抜で雪平先輩を初めて見て感動したんです。僕はまだ中等部の下っ端だから大きな記事は任せてもらえないけど、雪平先輩ほどの人の取材を成功させれば分野として一人前になれるって思うんです。フォームチェンジ。炎剛剣。いつも熱心に本を読んでいる君の姿がとても素敵で、それはまるでお人形さんのようだと僕は思って。素敵だね、鹿何か。いいえ、面はっと。冗談じゃないでし。あら、ブンスカブンプリプリプーン。魔法が効かないでし。ミルク臭い。赤ちゃんには俺のミルクは伝わらないでしか。似てるのは似てるけど、こんな棒読みな人出しちゃダメだって。そこはあえて生々しい声を目指したというか。ダメダメ、全然キャラに感情移入できないよ。もっとやっさんみたいな声じゃないと。ニセ君みたいな素人じゃ話にならないよ。
声とキャスティングは大事だよ。なっせえな、見てたらお前ら揃いも揃ってぬるいやつばっか。お前ら国ってもんがなんだか分かってねえよ。自分はお前らと違って本格派なんだよな。スウェーデンともガチでやり合ったし、外国からすっげえ人気あるし。遊園地か。僕を心強く見せる舞台が揃っているじゃないか。目をつぶっていけば大丈夫さ。吊り橋効果も狙える絶叫マシーン。ビーマでいけるかもしれない。二人きりのカヤッカーあわよくばスリーモン。お前バイトしてるし、うまい飯作れるし、優しいし、姿勢も高えし、今みたいに単価切ったりできるし、かっこいいじゃん。そんなお前があんなおっさんと付き合ってるって事実が全く受け入れられませんでした。区から譲渡された一軒家で俺たちの生活が始まりました。あれ、金の木さん、どこにいるの？まっすぐ立ってちゃ入れないから、体曲げて。そう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 。この人の数だ。いろんな呼吸がある。荒い息、ゆっくりの呼吸、いろいろあって見分けがつかない。だが待っていたぜ、俺はこれを待っていた。急に呼吸を大きく乱すやつを。ああ、俺もだ。むしろ暑い夏の方が好きだ。だが待て、鍋は寒い冬の方がうまい。なるほど、一理あるな。そう考えると深刻だな、地球温暖化ってのは。どうかお許しくださいレディ。私が今少し早く駆けつけていれば、あなたを恐ろしい目に遭わせることもありませんでした。ですがレディ、私に次なる機会をお与えください。再びあなたが危機に陥るようなことがあれば、地球の裏側からであろうと。違う、逆にあいつのレベルが高すぎて目立っちゃうからダメなんだ。どういうこと？よくわかんないんだけど、敵がみんなあいつに寄ってくんだよ。本当は俺が壁役として引きつけなきゃいけないんだけど、だからいつも陣形がガタガタになる。あれあれ、またごちゃごちゃやってるわ。試合はグダグダだし、最初から俺をエースにしとかねえから負けんだよ。キャプテンがアホだと勝てねえわ。あ、僕も君と同じ1年のうさまるっす。昨日はマジかっこよかったっす。青春してたっす。ルーキー戦負けてられないっす。おー、青春っす。ありがとう。うさまるだっけ？うさまるじゃないっす。うさぎは寂しいと青春しちゃうっすよ。ダメだ、ビビるな。施設までの距離を追いつかれずに行けるか。無理だ。ただでさえ合宿の疲労が溜まってる。考えるな。そんな状態で敵に背を見せて獣道を。今ここで戦って勝つしか、お前に道はないんだ、緑アイスク。倒れてる人を見かけたら、1、まずは呼びかけ。お嬢さん、お嬢さん、お嬢さん。2、続いて呼吸と脈の確認。頸動脈失礼します。失礼いたしました。兄は気象の激しいところがございまして、代わって私めがお詫び申し上げます。少年の名は森蘭丸。ハルモニエの出力が落ちてる。あの子の全身を操るのは無理だ。なら腕の一本だけでも補助脳さえ壊せれば。もう出てってよ。お化けならうちよりも学校の方がいそうだよ。学校ですね。なんだこれ。なんで学校に。こっぴどく振るのもてめえの自由だけどな、気持ちだけは笑うんじゃねえ。どんなに間抜けても大好きなてめえのために必死だったんだ。俺が嫌いなら俺だけを狙え。あいつらを、てめえのことが大好きなあいつらを利用してんじゃねえ。わかったか。組織の連中が動き出したんだ。ピンクの覚醒の時が近いのかもしれない。そうだ、特別な力を手に入れる前にピンクを始末する気なんだ。俺たちでピンクを守るしかない。設立は3年前、本社はここロンドン。例の魔法の鏡以外にも検索アプリや地図アプリ、他には健康診断アプリなんかも手掛け、急速に成長している有望企業だよ。赤木様、応答願います。
赤城様、赤城様、私を探す。赤城様、どこにいるのです。赤城様、赤城様、すごい、さっきと雰囲気が全然違う。マグタイプは虫タイプに弱い、ストライクが有利だ。この勝負勝てるけど、念には念を入れて。可愛くないね。試合直前に他のこと考えるなんて、目の前の敵を舐めてんじゃないのかい。これは戦いなんだ。あんたらみたいに緩い慣れ合いをこじらせてんなら、勝負なんて挑むんじゃないよ。まとめておきました。発生件数、時間、場所、被害者、加害者、メールで送ります。早いな。最初からアルタイルのことを知ってたんです。なぜならアルタイルの創作者島崎刹那は僕の本当に大事な友達で、僕には使命がある。こいつを一人前にするって使命がね。カカ、セットアップ。このディスクを認識。でもこの年の人には本当に世話になってるんだ。そうだ、抜いてみる。もっと地面をしっかり踏みしめて。僕は楽しくなりたい。僕が楽しくなりたい。僕が演技をしたい。僕がセリフを言いたい。僕が歌いたい。僕は僕を好きになりたい。この時間だと庭に出てると思うから案内するだけ。いなかったら諦めて帰ってよね。ありがとう。ゴーさんが信用してるみたいだし、悪い人じゃないんでしょ、お姉さん。宇宙のことをね、もっと勉強したくて。え？航空宇宙工学科っていうのがあるんだ。それがある大学を目指すために。そんなの、じゃあ結構前から。うん、だからごめん。また拾ってもらっちゃったね。ありがとう。いえ、お礼代わりと言ったらなんだけど、僕からもアドバイスしておく。花王界は意見を覆さない。オープニングセレモニーの成功は彼の悲願だから。僕はチュン。アスナさん、よろしく。あんな奴らほっといて早く行こうぜ。この通り元気ピンピン。検査入院だったから問題なければ今日中に退院できるってさ。いやー、水木の兄ちゃんのおかげで助かったよ。今度お礼に行くけど、ありがとうございましたって伝えといて。なんだ、今一瞬のあの DJ が親父に見えたぞ。気のせいだよな。あー、すごい早い。上がるな。うっせえな、壊せばいいんだろ。あ、壊れないじゃないか。ち、大会社のブランドと駐在員の妻になれるということに惹かれて結婚した女が、財産目当てに夫を亡き者にしようとする。え、というドラマに今柊さんが出ている。クリホーゴーラ救急寄り強。早くみんな僕を踏み越えていって。うん、こんなに美味しいの久しぶりかも。でもこの洋酒の効かせ方、台のビスキュイと食感のバランス、デコレーションのセンス、どこかで。でもどこだろう、確かに覚えがあるのに。どうやるんだ、闇雲に行ってもダメだ。作戦、そうだ、何か作戦立てないと。何も思い浮かばない。